うまい。体重測定はね、昨日しました。日が変わったんで昨日の夕方ぐらい。あれこれ藤沢さん本物じゃない、これ本物だった、体重測定しました、あのね服着た状態で 60.4 だか3だったか、3だったっけ、あくまで服着た状態だから、だから59キロだよ間違いない。俺パンイチの状態で 66.5 だった。口内炎が痛い。ふうくんが、ふうくんが。服を着た状態で 60.3 だったの。だから服を脱げば59キロ台間違いないから。だから、まあ、ほとんど減ってないけど、多分ちょっと減ったぐらいだと思う。あの寒いから、パンイチの状態であんま測りたくないんですよ。服を脱げば絶対59キロだよ。一回 59.6 ぐらいだったんだけど、その時パンイチで測ってるから。昨日測ったのは服着た状態だから。服の重さ考えたら絶対59キロだよ、今。エクステです。食べ方汚い。あのね、ここに今口内炎ができてるから、それをかばうように食ってるからっていうのも、意外とサラダだけでも食えるわ。牛チキンサラダ美味しい。まあでも美味しいです。正直これはそんなになんか想像通りの味じゃなかったけど、このサラダ自体は美味しいですよ。
55キロまでなんとか、うん、一応目標は55キロなんで茶室でこんだけ書かれる落ちなくなってきたね。一気にさ、66.5 から60ぐらいまで一気に落ちたんだけど、こっからマジ起きなくなってきた。筋トレしなリバウンドする。なるほど。この時間に食べてる時点で失敗。あ、時間もあんのか。でもヘルシーなもんは食ってんだけどね。19日断食してて、いや無理でしょ。人間19日飯食わなかったら死ぬわ。それこそ点滴とかしないと。点滴とかで栄養補給しないと。19日断食したら死ぬでしょ。水とかで耐えれんのかな？断食？いや死ぬでしょ。え、嘘、マジでそんな生きてられんの人って。飲み物とかで栄養取ってたってこと？いや死ぬだろ、そんなことやったらさ。それ生きてられるんだ。はい。はい、大丈夫。来ないで。大丈夫、戻してある。うん、大丈夫。Thank you.